川田長近は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。越後国の戦国大名、長尾氏の家臣。越軍住家義木城主。大見国出身で、上杉謙信上落の際に召し抱えられ、武行職や越中戦線の指揮などで活躍した。元は、大見国に住む伊豆守入道という男の息子だったと言われている。伊豆守入道は、 藤原氏の末裔というが定かではない。なお、青年には、天文九年説もある。永禄二年、長尾影虎二度目の上洛の際、影虎にその美貌と才能を認められて、側近として取り立てられ、武行職を歴任した。自由権利の武将であったため徴用され、上杉氏を相続した謙信に習い同様に、改正した上杉影信の後を受けて、 少し長尾市の名跡も与えられたが、長近自身は長尾生を名乗ることは、謹んで辞退したと伝えられている。永永六年間の北条氏康との関東での戦いでは沼田城城代を務めた。永六末年からは一向一騎との戦いが本格化し、越中魚津城を預かり、新城城城主、味坂町美と共に、越中方面の総指揮官として軍政に当たる。 一向一揆との戦いは、一進一退を繰り返し、元気三連には、敗北を喫してしまうが、武田信玄没後に、謙信の軍が越中に投入されたことにより、椎名タネを攻めて追放することに成功する。この功により、大田下郷が与えられ越中松倉城城主となり、松倉金山の経営も行った。天正五年。 謙信が織田の大軍を迎え撃った手っ取川の戦いの際には、あ坂町民と共に落城した七尾城を受け取っている。天正六年に謙信が死去すると出家して、全中都合した。間もなく勃発した織立ての乱では、影信や一族の川田茂地下が上杉影虎に味方したのに対し、はじめ忠実を保ち、後に上杉影勝を支援した。 この魔鳥親は、謙信の死を後期として進行してくる、織田軍への防戦に追われ、月岡屋の戦いで、斎藤理事に敗れるなど苦戦していた。織田信長からは、大見国を与える条件で、上杉氏に背くよう誘いが来たが、これを断り、継承を支援した。その後も、柴田勝家、笹成政らの越中進行を迎えて戦うが、その最中の転生を9年に、 越中松倉城で病死した。去年39。長地下の死去に乗じて勢いづいた。織田軍により、越中の下半が織田氏の支配権に入ることとなった。長地下の後は、着南の河田岩鶴丸が継いだが、天正14年に13歳で死去した。その後、一族の河田地下支線が後を継いだものの、その際に、上杉家中における河田氏の軍権は大幅に、 縮小されている。ありがとうございます。